気あられの販売です。お暑いのでお気をつけくださいね。はい、ありがとう。ありがとうございます。はい、白エビクリームコロッケ、マスの寿司コロッケ、今なら揚げたてです。いかがですか？当時の味を本当に気にしてもいませんでした。おいしいです。10個ぐらいか。はい、優勝は北海道北見たまコロッケの皆さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。日本一はギルコ。本当に嬉しいです。もう感無量です。台風の大きな影響を受けまして、まあ、この玉ころに使っている玉ねぎも大きな被害がございました。そこでやはりそういった暗いニュースではなくてですね、この北見玉ねぎを使った玉ころをここで PR してグランプリを取ることで、地元の方々に少しでもいいニュースを届けられるのではないかなというふうに思っております。パンフレット皆さんお持ちですか？はい、ここに番号書いてますね。今ちょっと汚いコメントですけど、これこちらの書いてる番号の方です。お持ちの方は。なるほど。確かに今あれですね、石山さん、このちっちゃいと見せかけて三連のコロッケを手を出しつつ、いやこれは違う、質の連行で納豆入り。2、1、終了。1番 1.6kg。目標の20個を23個食べられたので嬉しいです。やばいしょ、やばいしょ、真似しろ。めちゃくちゃヤジで、むしろヤジに負けるなみたいな感じの。走ろ、早く。ちょっと完食目指したんですけど、残念ながら届きませんでした。まあ、去年に続いて連覇できたんで嬉しかったです。衣食住田村茜音殿、一日新聞記者に衣食いたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。気になったりコロッケのお店がいっぱいあったり、地元龍太さんがコロッケに侵略されていくなと、はいはい、街を行き交う人を逆らって向かうわ。今回実際に書いてみて、新聞ってなんとなく読んでたものがこんなに時間をかけていろいろ考えながら読まれてたんだなっていうことを、今回知れたので、これから新聞とかもたくさん読んで、こうどういうふうに書かれてるんだなっていうのを想像しながら、これから楽しみたいと思います。まあ、今回の機会でいろいろ得たことを、これからの学校生活に生かしていければと思います。一つの記事に時間をかけていたのがすごくびっくりしました。私接客業に就きたいと思っているので、誰かと話す時とかに今日の経験を生かしていろいろコミュニケーションを取ったりすることができるかなと思います。34年9月19日でよろしいですかね。はい、昭和13年7月5日でよろしいですか。はい、何年前